多様性といった観点での新しい取り組みについてですが、アフターコロナ時代を想定し、新しい働き方、オフィスの在り方を決めるためのプロジェクトがスタートしています。新しい働き方の検討にあたっては、会社には様々な背景を抱えた社員がいる。その理解が前提になります。家族と離れて一人で暮らしている人もいれば、幼い子供を育てながら仕事をしている人もいます。親の介護をしながら働いている人もいます。別の会社に出向して働いている人や、海外からやってきて日本で働いている人もいます。多様な社員の暮らしを支えることができるフェアなルールとすることが重要だと思っています。また、このようなルールを考えるとき、社員視点だけでも十分ではないと思っています。私も身をもって実感していますが、社員の働き方はその家族やパートナーの暮らしに与える影響がとても大きくなります。そういった人たちの立場も考えて、しっかり検討はなされるべきだと思っています。